どうも、杉ちゃんだぜ。私は今、玉造温泉の足湯に来ている。いやー、気持ちがいい。暑いって聞いてたんですけども、冷たいんですね。玉造温泉の足湯。何か背中が熱いな。あったかい。こっちみたいです。ちゃんと洗って、ね、こっちを。じゃあちょっといただきたいと思います。気持ちいいな。右の腕を温めると全身温まるっていうね、カリスマ温泉ソムリエからのアドバイスですね。これも一般の方はやめてください。カリスマだからできることですから。ということで行ってくるぜ。この番組はお笑い芸人の杉ちゃんが松江の食卓にお邪魔してその家族と触れ合う人情バラエティー。すーちゃんのご飯の気持ち聞かせてください。今回やってきたのは玉湯町湯町にある新興玉湯店。店内には当日仕入れた地元産のお野菜や鮮度抜群のお魚が並んでいます。採れたて野菜がこちらの方に並んでおるわけですね。こんにちは、よろしくお願いします。トマトなんても地産地消で松江の松江近郊からですね。そうですよね。今年ちょっと高いんですよね。高いですけど極力、うん、市場に値切って買ってくる。さすが、でも安いですよね、うん、もう思いっきり下げてます。お客さんに問いかけてます。安いと思いませんか、この価格と、ね、ここ魚天国ですね。島根は素晴らしい。伊東より、あ、でも聞いたことあるけど、レンコダイとか。ようこそ島根にいらっしゃいました。あら、どうしたんですか。お店の方ですか。私もスギちゃんです。あら、スギちゃん、今日はこちらでちょっと簡単なクイズをしたいと思います。なんで急にクイズを出すんですか。せっかくスギちゃんがいらっしゃったのでちょっと考えてきました。そうなんですか。島根県の県のお魚、県魚を今日は当てていただきたいと思います。県を代表するですからね。ハマチはありそうですよね。ハマチ、ハマチ、いける。すみません、やめなさいよ、杉原さん。すみません、やっぱ杉ちゃんって呼ばれてる人は面白いですね。かますぐらいじゃないですか。一発ぶちかましますか。あったあったあった、始まった。すみません、やっぱ杉ちゃん面白いな。やっぱ杉ちゃんは面白いな。かますで間違いないです。おブーブー。残念残念。じゃあまさか、え、これも多分売ってるなかなかないから、はい、ここじゃあトビウオですか。いや、トビウオ正解、大正解です。トビウオって、はい、こんなに重いんですね。そうです、私ぐらい重たいんです。スギちゃん面白い。やめてくれ、もうお腹おかしくなっちゃうよ。あ、ブーじゃないよ。お辞儀しながらブーじゃないのよ。押しちゃったじゃないのよ。トビウオを使った美味しいかまぼこの焼きというのがあるので。いただきます、はい、おいしい。甘みがすごいありますね、うん、美味しいです。お酒のあてで、はい、うん、おつまみにもいいですね。ですよね、はい、お弁当のおかずにも、ね、なるほど。確かにこれ一品入ってたら子供好きでしょうね、はい、うん、おいしい、やっぱり、うん、ご飯の気持ち。さて、スギちゃん、みんなのご飯の気持ち聞いてみよう。何買いに来たんですか。昼ご飯。昼ご飯、はい、鶏肉炒めたりとか、ちょっとアイリングして炒めたりとか、なんかまあトマトにちょっとサラダ作ったりとか。すげえ、一人暮らし。いや、二人いますけど。誰ですか。同棲で、彼女と。どんな気持ちで料理されるんですか。彼女に料理作ってあげてるときとか、まあ喜んでもらえるよ、もらえるよね。聞くの、今日何食べたいとか。まあそうですね。で リクエストに応えたり、何でも言ってたらもう自分が考えて。いや、何、お話いいですか。料理はいつもそのどういう気持ちで作ってらっしゃるんですか。料理は愛情なんで。愛情ですよ。誰への愛情ですか。まあ、夫と息子ですね。嬉しいですね。嬉しいです。
お疲れ様です。いらっしゃいませ。今日は何を買いに来られたんですか？今日は、はい、夜ご飯はカレーにしようと思っているので、お肉を買いに来ました。やりましたね。いいですね。誰のためにカレーを作るんですか？今日はもちろん私のためと家族のため。家族は？家族は子供が一人と主人が一人。一人。どんな気持ちで料理をいつもされてるんですか？それは私の愛を全部。愛を全部。やっぱり旦那さんと娘さんに捧げると。いらっしゃいませ。サーファーの方ですか？あ？サーファーの方ですか？いや違いますよ、全然違います。すごい焼けてらっしゃるじゃないですか。いやそんなことないですよ、一緒ぐらいじゃないですか。一緒ぐらいです。一緒ぐらい。あちらの、はい、あちらのと同じ方ですか？あの家族。あそうですね、家族。あの一応僕やつ和太鼓やってるんで。あ、和太鼓メンバー、その関係の、うん、家族の関係で。あ、はい、あ、どうしよう、来た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 、うん、今お父さん材料買ってた、ご飯それを作るとこを見せてほしいだけど。突撃か。ねえねえ、お父さん。ちょっと待って、ちょっと待って。また。あ、いけそうですね。子供の言うことはやっぱりね。ねえだ。どうもよいしょ。よし。ちょっといいぞ。おいでおいで。おいでおいで。テレビやテレビやで。何を買いに来た感じですか？今日の晩飯の。晩飯の。はい、じゃ何作る予定ですか？鍋作るかな。いいじゃないですか。普段は誰が？奥様？僕がやってます。そうなの？はい。いつも料理はどういう気持ちで作ってるんですか？家族に喜んでもらえるように。喜んでもらえるように、はい、料理するとこ見せてもらう。いいですよ。マジっすか？いいですよ。本当？いいですよ。やった、よかったね、スギちゃん。お父さんの手料理楽しみだね。この後もまだまだ続きます。お楽しみに。新港たまゆ店を訪れたスギちゃん、そこで出会ったのは家族のために料理を振る舞うお父さん。これからお家にお邪魔します。さあ着きました。ここですね。あ、どうも、先ほどはすいません、お邪魔します。今回スギちゃんが訪れた美山さんのお家はお父さん、お母さんと2人兄弟の4人家族。お父さんは今広島に単身赴任中。週末に松江に帰ってきてみんなに料理を振る舞っているんだって。ちょっとこれすごい、信じられないこの綺麗さ。モデルルームだよ、本当に。すげえ。これは誰がこの内装を？あ、ほとんど私です、ね。そうなんですか。いや、これは驚いたね。これを。もともと四角になっとったんですけど、はい、なんかこうインスタとか見とったらすごいおしゃれなお家とかいろいろあって、はい、でちょっとそれ YouTube とかで見て。でもそれを許してくれる旦那さんも優しいよね。ね、旦那さん旦那さん畳とか好きそうだけどね、日本風な感じで。じゃあお願いします。ちょっと見させてもらいます。美山さんが買ったのはお鍋用のお肉や野菜など。クッキングスタート。どんどんしちゃっていい？全然です。鍋以外は何作るんですか？あ、もう全然ハイボール飲んでいただいて全然。いつも通りですもんね。宮本さんはもともと松江の人ですか？そうだ、神戸から。神戸なんですか？引っ越してきて。へえ。奥さんは？奥さんはこっちの人。こっちの人ね。そうだね。イメージ通りですよ、包丁でこれ。同じ切り返しになったんですよ。そうなんですか？話しとっておもろかったです。ああ、そうなんですね。単純に僕バイトで神戸からこっちに来たんですけど、2ヶ月だけこっちでバイトするみたいな。ああ、2ヶ月でそのバイトだけやって帰ろうじゃなくて、彼女まで見つけてもう導かれたんですね、本当に。ご縁ありましたね。ご縁ありましたね。お父さんが料理をしている間、スギちゃん、リント君と一緒にお庭で遊びます。はい、どうも。
うまい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 、もう完璧に乗りこなしてんじゃん。りんちゃん、俺さ、野球部だったから一緒に野球。うん。お、いいぞ。行くよ。はい。おザーリンと。うわ。やべえ、りんとうめえ。やめよう、怖い。りんとうまい。うまいわ、これは。どういうふうにお子さんを育てて、伸び伸び、伸び伸びがいいですよね。伸び伸び、元気にたくましく育ってほしいですね。いや、本当にそう思うな。遊んでいるうちに料理が完成。お父さんお手製のお鍋、美味しそう。じゃ手を合わせて、いただきます、いただきますって。どこさ今食べれる？じゃあここで食べな。よかったな、うま、美味しいな。ひまでもすごいね、もう自分で箸使って。おー、すごい。あ、すごい、すごい。2歳からできてた。2歳からできてた、うん、すげえね。ね、どう、美味しい？うん、美味しい。おいしい。いつもお父さんもね、お母さんも作ってくれるから料理ね。二人はな、でもね、でもね、うん、パパのお休みがね、すんだね。うん、お仕事してる。さあ、お父さんいない時さ、うん、お母さんのさ、手伝いとかしてんの、リンと。うん、みんなのね、お洋服を畳むの偉いね、リンと。干してくれるね、そしてね。干して。ルーカちゃんがね、夜にね、お散歩してたよ。本当？うん。お散歩してた夜の時、口からピタッと飛んだよ、こうやってね。そうだ。勢いよく飛んでたよ。いや、自分の口じゃないもん。ちょっといただこう。ちょっと今、お父さん食べんぞ。お父さんちゃう。いただきます。お父さん。うまっ。酒飲んだどうなったんですか。ご覚えてない。はい、やばい。何ありました。失敗は。金使っちゃって覚えてない。あ、なるほど、ありますね、羽振りよく。いろんな人も怒っちゃって、いやいやみたいな、払ってるんでしょうね、覚えてんけど。で、請求はどれぐらい来たんですか。35万かって、あれみたいな。でも、下のもんからごちそうさまでしたって言われたら、かまへんかまへんって思うけど、マジかよみたいな感じで。すぐじゃん、この前つけ麺屋さんに行ったぜ。スープにつけた麺を隣の水で洗って食べてやったやつ。どんどん水がギトギトになっていくだけだぜ。ワイルドだろ。スギちゃんはいないだろ。この空気に耐えられなくなった。子供は素直だから、靴を投げ込んで。どうもありがとう。ありがとう、ひまり。三山さん、ありがとうございました。スギちゃん、三山さんの食卓はほのぼのとした素敵な空間だったね。次回もあなたの近くのお店にスギちゃんが訪れるかもしれません。その時はぜひ声をかけてください。スギちゃんのご飯の気持ち聞かせてください。